回収してほしいものがある。希少物質スカンジウムだ。その価値もわからないジャンキーの手に渡ってしまった。ろくでなしにはもったいない代物だ。詳細を読んだらすぐ仕事にかかってくれ。どこかで会ったか？あんなに行くのはやめとけ。いやよ、あいつはイカれちまってんだ。何しに来た？さっさと俺の質問に答えろ！依頼主がスカンジウムのロッドがいるから返せとさ。なら俺には不要だってことか。このビルは何から何までガタガタしてる。配管に電力回り、エレベーターも一日おきに故障だ。クソタレミ、材料なしでどうやって修理しろってんだ。てめえの依頼主はそこまで考えてんのか。やつなんて言ってやがった。ケーブル駆動と油圧のどっちだ。モーターは電動、減速器がついてる。ってことはヒッチまで電力がいってない。ケーブルの絶縁体が摩耗してショートしたんだ。単純な故障だな。なんだお前、修理業者か。ただの傭兵だ。それより依頼主は本気でロッドを必要としてる。あんたはなくてもやってけるだろう。そこだ、持ってけ。そんでとっとと失せろ。頭が吹っ飛びそうだ。
スカンジウムを受け取った。おかげでハッピーだ。私がそんなことを言うのは、モーゼがさまよいし、エジプトの砂漠に雨が降るより珍しいぞ。とにかくご苦労だった。金を送っておこう。